ご注意ください。皆さんが走るのと同じように私も声で皆さんにエールを届けていきたいと思います。さあ、海マラソンでラジオを呼び込んでくださいね。ただし皆さんの無理をしないようにくれぐれも気をつけてください。ここまで準備をされてきた皆さんですので、もうバッチリだと思いますが、改めてレース中本当にあの無理をしないようにそれだけは気をつけてください。それから雨です。今日は足元をいつも以上に気をつけて走っていてくださいね。それから雨でも水分補給、これはしっかりとしてください。今日はここで皆さんを見送った後にフィニッシュの清水でも皆さんをお出迎えしたいと思います。ここで皆さんと笑顔で入るのを信じております。はい、タモリさんの皆さんに春風に吹かれて走ってほしかった。本当は皆さんに富士山を見てもらいたかった。大会運営その分だけ、苦しければ苦しいほど、マラソンと同じですね、苦しければ苦しいほど私たち一生懸命皆さんの走りをアシストいたしますので、その先にはきっと思い出深い喜びがある、そんなことを信じて皆さんのご健闘をお祈り申し上げます。今日は参加してくれてありがとうございました。声をいただきましょうかね。はい、じゃあ皆さん、はい、皆さんおはようございます。なんかね、あいにくの天気ですけども、あのね、心の中にはお日様でいきましょうね。よろしくお願いします。私もなんと8年ぶりに50歳を記念して冬マラソン走りますから、よろしくお願いします。はい、皆さんおはようございます。すぎ、雨が怖くてフルマラソンができるか。とにかく静岡マラソン第1回目ですから、みんなの力で最高のお祭りにしましょう。はい、もうすでに最高のお祭りが始まってる感じですね。勝俣さんも地元、このふるさとでこういったマラソンが今日から始まるっていうのはいかがですか。嬉しい限りですね、はい、ただ僕はね、3回目のフルマラソンなんですけど、はい、5時間30分切ったことがないんですよ。だからある意味僕も今日皆さんとの挑戦なんで、はいはい、松田さんもね、もう久しぶりのフルマラソンなんで、ね、でもその久しぶりのフルマラソンにこの静岡マラソンを選んでいただいたっていうのは非常に嬉しいですよね、皆さんね。はい、やっぱり富士山見ながら走りたかったんだけど、はい、今日見えませんね。でも、はい、心の中に富士山で行きましょうね。はい、あとこう見えなくてもこの向こうには富士山がいるんだっていう、ね、気持ちで走っていくんですね。なんかね、見守られてる感じ、はい、それがいいですね。はい、はい、本当。じゃあちょっと野沢さんから今日こういうお天気ですので、はい、くださいなんていうのがありましたらお願いします。でも前の方の皆さんできてる感じ、ほら抹消がさ冷えちゃうから、私みたいにこういう手袋ね、こういうの用意したりとか、あの 冷えないような感じで前半は行った方がいいと思います。はい、はい、じゃあ勝俣さん、5時間30分切ったことがない方に指摘するとあれなんですけども、パワーの部分で何か。そうですね、はい、今日寒いですから、あとやっぱり
途中ね、バテる方もいると思いますんで、みんなで励まし合いながら頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。かなり皆さんね、エナジーもらいましたよね。ではお二人はスタート位置へご移動ください。よろしくお願いします。はい、頑張ってください。頑張りましょう。